どうも、サトチュンチャンネルでございます。今日はですね、自動車に関するうんちくのお話でございます。はい、まあ当然のごとく皆さんの車にはね、給油メーターがついていると思いますけれどもね、あの給油メーターよーく見るとね、実は右か左側にね、三角のマークがついていると思うんですよ。皆さんの車一度確認してみてください。必ずね、どちらかに三角のマークがついていると思います。で、そのほとんどは左側です。右側もあるにはありますけども、結構ね少ないですね。はい、ちなみにこのね、三角のマーク何を意味しているか分かりますか？実はこれ、給油口の位置を表しているんですね。左側にね、三角マークがついていれば左側、右側についていたら右側に給油口のマークが、給油口があるということでございます。だからですね、自分の車ね、給油するときにね、あれ給油口どっちかなっていうときに、そのマークの位置を確認すれば、どっちかが、ね、分かるようになります。まあ普段から乗ってる車であれば、それはね当然分かりますけれども、例えばほら、人から借りた車とか会社の車とかね、突然こうパッと乗ったりするときに、分からないっていうのはよくありますよね。だから、このね、ガソリン給油メーターのところね、これの、三角の位置を確認してみるのはね、瞬時に、こっちだってのがね、分かるかと思います。はい、でもね、ただただね、このうんちくだけで終わるのはちょっともったいないんでね、もう一つ裏技的なお話をしたいと思います。先ほどですね、ほとんど左側についているっていう話をしましたよね。実はですね、日本で走ってる車、ほとんどの車がね、給油口が左なんです。国産車でもね、ごく稀に、右側だったりっていうのありますね。日産車とか、それからね、スバルの車が右側が多いのかな。でさっきちょっと見てたら、 BMW は左側に、ついてるものが多かったです。はい、そういった車種によっては少なからず右側はあるんだけど、だからね、どういうことか、何が言いたいかって言ったらね、よくその人気のガソリンスタンドとか、休日とか混む時なんかは、大体ね、左側に給油口がある車の列が並ぶわけですよ。で、右側の給油口の列がスカスカなんですね。だからさ、ほとんどの車待たなきゃいけないんだね。でもね、軽自動車の場合、裏技があるんですね。軽自動車の多くは左側の給油口なんだけども、実は車体の幅が少ない、狭いんでね、右側から行ってもね、実は入れるんです。ちょっと実際にやってみましたんで、皆さんにこの映像をご覧いただきましょう。それでは実際に左側に給油口がある軽自動車でやってみましょう。まずはできるだけ、ガソリンスタンドのね、給油口の位置に車を寄せて停車します。はい、そしてですね、反対側にある給油口までノズルを持ってきます。実はですね、車体の幅の狭い軽自動車だったら、実はね、反対側にあっても給油ノズルがね届くんですね。こんな感じで、意外だったでしょ。ただですね、給油する時の注意点としては、給油ノズル引っ張る時にね、ノズルの部分がボディにね、接触しやすいので、ここのあたり注意してください。接触すると傷つきますからね。で、ノズルを戻したら、キャップをね忘れずに閉めておいてください。というわけでね、今回はガソリンのね、給油メーターにある、三角マークの意味と、あとはね、裏技について動画にしてみました。この動画がね、役に立ったな、面白いなと思ったら、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、サトチュンチャンネルでした。また次の動画でお会いしましょう。